すごい毎回来るたびに本当に会場も大きくなってソールドアウトしてるので、僕らとしてはこう一番最初にタイに来た時からファンの皆さんのなんかこう熱意みたいなものは伝わってたつもりなんですけど、でも毎回こうやって来させてもらってることが、やっぱこう続けることって、ロックバンドって続けることがすごく大事だったりもするので、こうタイにこう来続けられてることがすごく僕らにとっては幸せなことだなっていう。だからまあそれをもっともっとしてって、最後はタイでももっともっと大きい会場でライブできるようになれればいいなと思ってます。いやもうタイはめちゃくちゃ僕ら好きな国なんで、タイご飯ももう僕ここ来てから今3日目ですけど、ずっとタイのご飯食べて生活してるし、ね、毎日パッタイ食べてます。パッタイはもうマストで食べてますあと僕マンゴーのライスの甘いやつ大好きで、甘いもの普段食べないんですけど、あれだけはもうほぼ、ま、今毎日朝と晩食って、あ、もうちゃんそっか、まあ、昔から好き。そう、あとココナッツジュース好きで、そう毎回食べてる。昨日トモ君も食べてた、うん、食べてた。そうですね、やっぱりそこら辺ってすごくまだこう自分たちの中でもいろんなアプローチをこうしていって、どういうふうに自分たちが今後のロックバンドとしてあるべきかみたいな、とにかく吸収の時期だったんですけど、でも今はもうむしろ全部すっきりして、もうやることは全部やったっていう状態なんで、なんか多分これからのワンオクロックの方がより面白くなっていくんじゃないかなと今は思ってます。もうロックです。そうですね、今そのモンスターハンターナウはやってます。はい、ずっとてか毎日プレイしてます。その前のシリーズもモンスターハンター結構この2人はずっと一緒にやってたので、すごい楽しい、大好きなゲームの一つですね。最近すごいよく見てるんですけど、でも、まあ、呪術廻戦とか、まあ、ディモンスレイヤーとか清掃のフリーメン、曹操のフリーメン、名前ずっと覚えてる。いや多分タイトルで漫画見てないんだよ俺、多分残念ながらいつも間違えるんですけど、でもそうですね、結構いっぱい見てますね。あと何だっけ、薬屋の独り言。 In Japan 伊勢神宮がいいっすよ。でも僕東京生まれで東京出身なんですけど、僕はもう逆にああいうこう作られた街とかあんま好きじゃなくて、日本のそのもっと多分ネイチャーなサイドというか、カントリーサイドのその今言ってたなんかこうなんだろう、なんか四季を感じれるようなところがすごく日本の魅力でもあるなと思うので、まあもちろんああいうチャラチャラしたとこも良くて、でもプラスそのまあ箱根とか北海道とか沖縄とか、もちろんみんながあんまり行かない、まあ、京都とか有名だと思いますけど、もう本当にすごくいろんなスポットがあるので、自然の中でもむしろ自分で探してネットに載ってないような場所の方がいいかもしれないですね。ああそうですね、まあでもなんかなんだろう、さっきも言ったようにすごいまだ全然タイで有名じゃない時からずっとライブをやり続けてきて、どんどんキャパが上がってるっていうことが、やっぱ僕らそれ見るのもすごく嬉しいし、なんかこうタイの人たちにちゃんと自分たちの音楽を届いてるっていう、こう一つのこう足跡をちゃんとたどれてる気がするんですよね。売れてからバンって来るんじゃなくて、でもそういうコミュニケーションの取り方をこのバンドは日本にいる時からずっとしてるので、なんかまず本当にタイで僕らのライブをやりたいと思ってこう組んでくれる人たちにもすごい感謝してるし、それに対して熱意を持ってライブに来てくれるお客さんにも感謝してるので、まあ、これからもこの関係性をずっと続けていけたら、まあ、それを超える幸せは逆にないかなと思いますけど。